はやとしか勝たん。どうも、プラスミナンバーワン芸人のアナタカルです。よろしくお願いします。アナちゃんです。よろしくお願いします。さあ、アニバーサリー第1弾登場でございます。ありがとうございます。無料10連も来てるし、もうそこで俺坂本さん出たら俺もうどうしようかなって考えちゃってる。はい、もう狙いは坂本勇人一択です。はい、まずねちょっと12選手見ていって、それから無料10連行って、その後ガチャ60連かなって感じでいきましょう。はい、アニバ来ましたね。この背景が今年めちゃめちゃかっこいいと思ってます。はい、無料10連もあるし、なおかつ30連目で1人確定、60連目で、自チーム1人確定ですよってことですね。まあ例年通りでございます。早速12選手見ていきましょう。はい、まず山田哲人さんですね。まあ山田哲人さんはもう完全にパワー型になったよね。あー、昔はミートパワー結構近かったんだけど、ミートがちょっと下がって。そうそうそう。で、まあ守備のは問題ないね。まあ補給 B も乗るしね、特殊すればね。うん、OK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 。で、パワー非戦級が祝宴。この祝宴っていうのが新しい特殊能力で、ミートショーアップ。ね、投手の制球昇段。投手の球威昇段と。ということでございます。まあ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 、まあ、っていう感じだな。うん、まあまあまあいいでしょうっていう感じじゃないですね。で、大山さんでしたね。大山さんはまあ写真かっこいいね。うん、まあこの大山さん、ファーストになってるか、なんでだろう、ファーストなんだ。うん、でサードね、まあ同じぐらいだね。でパーヒー広角、まあ打ちやすいよね広角は。うん、ファーストなんだ。オッケー、はい、出ました、ハイアット。さあ坂本さん、ありがとうございますね。まあ一応オール B なんですけど、僕坂本勇人さんのエラー結構持ってるし、まあ継承できるんで、まあ称号チャレンジで、まあミパー同士いけるかなっていう感じはしてます。もう行く気しかしない。もうとりあえず坂本勇人は絶対取る。はい。で、ショートビートということで、もう補給70、スローイング64、肩80ということで、守備積極ということで、もうめちゃめちゃいいですね。もう守らせたいね、ショート。で、超広角パーヒー祝宴。めちゃめちゃ強いです。一番の狙いでございます。堂林がね、まあライドラ広角なんだよ。そう、まあもうみんなも分かってるよな。俺より詳しい人多いからな。うん。超広角ラインドライブということで、まあめちゃめちゃ強いですよ。うん、打ちやすいです。まあ広島純粋は絶対欲しいよね。で、高橋選手、9A できましたね。うん、めちゃめちゃいいですね。そう、能力も高いし、まあ本当に、なんでだろうと、この中日はなぜ横ツーシームが多いのだろうか問題。うん、これはもうちょっとよくわからないんだけど、上方向でいいじゃないかっていうね。そう、で、奪三振切る祝宴と。で、投手の場合、制球ビアップ。ね。制球ビアップ。で、打者のミート中ダウン、パワー中ダウンなんで、俺これ結構強いと思うんですよね。そう、祝宴の投手バージョンは俺はめちゃめちゃ強いと思ってます。ソートゥですね、ソートゥ。まあ、ソートゥは、まあ、パワーA乗ってるし、まあ、打ちやすいのはもう間違いないんだけど、ただ、まあ、守備はちょっと守らせられないかなっていう、代打か、まあ、DH かっていう感じだよね。で、ラオ、この写真めちゃめちゃかっこいいよね。これ写真だけでも撮る価値あるよ。ミート77、パワー81ということで、ミパ、A、どっちがいけますと。コンタクトヒッターかな。で、ライトの守備も C 乗るんで、まあ、いいんじゃないかっていう方もいるんだけど、補給は F ですと。いう形でございます。まあまあまあ、で超広角パーヒーなんで、まあ結構これ当たりの選手ですね。まあ坂本勇人はもうまあズバ抜けてほしいけど、まあラオウもちょっと欲しいかなっていう感じがしますね。で、荻野さんはね、まあちょっと僕お代理しないですね。まあちょっとお代理しないかな。で、マー君写真かっこいいよね。マー君めちゃめちゃかっこいい。9位82、制球83、スタミナ84ということでオール A できましたね。まあ、めちゃめちゃ強い能力ですよ。そうで、高速スライダー、スプリット、ね、ツーシーム、まあ、めちゃめちゃ強いです。キレコントローラー、タイピングが消えてるんだ。タイピングが消えてるんだけど、でも、このね、まあ、祝宴の特殊能力は、まあ、いいかなと思うよ。全然ありだなって俺は思います。タイピング、まあ、消えるけどね。で、田中っていうサインがめちゃめちゃかっこいいわ。はい、で、千賀さんですね。千賀さんは僕今、スピ3700持ってるんですけど、4100持ってないんで、めちゃめちゃ欲しいです。はい。ただ、まあ、どうだろう、マー君よりは劣るかなっていう感じがするんだよね。もう千賀さんが最近通用してなくてさ、そうリアタイでマジ打たれるんだよね。だから奪三振伸びってのはちょっときついかな。まあ、伸びはいいけどね。祝宴はいいね。で、宮西さんは僕スピ4000で持ってるんで、まあ一応欲しいは欲しいですけど、まあやっぱ隼人よりは劣るかなっていう感じですよね。そうで、西スライブがまあ強くて、タイピンも超タイピンだし、もうこの宮西さんも結構強いですね。まあリアタイではほんとよく見るからね。やっぱ打ちづらいっすよ。で、おかわりくんですね。おかわりくんはもう無課金赤の第一の狙いです。はい。アーチ広角。ただメインで見ると、まあ正直大台リアしないです。
はい、まあ、アーチで見っぱ、まあ、どっちもいけるか。これはなんだろう、攻撃ヒザかな。で、サードの守備も、まあ、C あるから問題ないんだけど、まあ、回せられるんだけど、まあ、アーチ、ここはやっぱ打撃の面がいいよね。この中村、このおかわり君は最強だなっていう感じがしますね。はい、ということで、アニバーサリー、第一弾。やっていきましょうか。いや、来ましたね、またこの季節が。選手枠は埋めてきましたと。で、ここでちょっと、坂本さん引けたら、ちょっと60連考えます。はい、無課金赤ともちょっと考えて、兼ね合い考えてね、無課金赤も誰当たるか分かんないんで、そう、無課金赤で当たった選手は60連取るっていうことは僕はしたくないんで、まずね、ちょっとここで坂本勇人さん引き当てたら、もう神です。はい、よろしくお願いします。ここで引き当てちゃうのが大野ちゃんなんじゃないの？結局、お願いします。行きましょう。どうだ？シャピーンってなったら熱いよ。おい、絶好調。いいね、幸先いいね、幸先よし。ここで打ったらやばいよマジで。打ったら、あ、打たないか。まあ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 、しゃあなしゃあなし。誰だろう、めちゃめちゃ楽しみ。さあ行こう。もうここね、 A ランクも正直欲しいよ。 A ランクも正直欲しい。何しとんの？何しとんの？何しとんの？ A ランクは？ A ランクは一人もない？何しとんだということで、アニバーサリー無料で来たのはこの選手です。おい宮西さん、ありがとうございます。宮西さんが当たったということで、じゃあここからはね、60連で坂本さんゲットしていきます。まあ、どっか途中で出るのはもうやめてもいいぐらい、もしくは他の選手を取りに行く、まあ、そういう選択肢もあるかなと思ってます。早速いきましょう、10連目。まあ、ちょっとね、宮西さんゲットできないんだけど、もっと他に選手欲しいよ、いっぱいいるよ。まあ、S ランクもちょっと、おい来たね、ホトちゃん。最近ガチャン、累計運めちゃめちゃ悪かったけどさ、ここで来たね、大野ちゃん。来た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 、やっと俺の時代が来たよ。遅かったね、ブロッキー。さあ、ピクーンですよ、OK。アニバーサリー確定かな、どうかな。アニバーサリー来るか、来い。いよいよ山のテスト当てます。山のテスト継承します。ありがとうございます。最高や、もう一枚来ちゃう。おい、もう一枚来ちゃうかと思ってたよ。いや、最高ですよ、めちゃめちゃ。10年目で山のテスト、ありがてえ、ありがてえです。ビエイラ極み、ありがとうございます。S ランクが出たら 50% だったんだね。50% 引いたのはありがてえ。さあ、20年目いきましょう。まあ、狙いは坂本隼人ね。正直、レッツゴー！白、白、白、白。おい。これ白来たらもうやべえよマジでガチャン取り戻してきたぞ。いいぞいいぞ、今日いいぞ。ここで青く引かない、まあ、レインボーにレインボーにレインボー打っちゃってもいいぜ、打っちゃってもいいぞ。おい、うえーしとんな、調子くん、ピカーン。まあまあまあ、まあ、ここはいいよ。おーね、来るの来るの、いや、ラオー、イエーイ、ラオーナイス。ラオウは嬉しいね。ラオウはいくらあってもいいですよ。最高です。さあ、 A ランク行け。いや、ゲレーロ。さあ、30年目、アニバーサリー1人確定ですね。ここでまあ狙いは隼人さん。隼人さん引ければめっちゃ熱い。ええこれ隼人さんちゃうの、マジで。え、マジでちょっとこれ、これ30年目で坂本さん、隼人さん当たったら、ちょっと60年目マジ考えるわ。無課金赤が誰当てるかによるわ。ちょ、これマジで隼人さんなんじゃないの。2枚引きしてないってか、ガチャ運やばくない、マジで。これ俺2枚引きしてるでしょ、これ。もう自信あるよ、2枚引きの、2枚引きの自信がある。いや、マジで2枚引きの自信がある。ナイスショットということで、10連目この選手です。ありがとうございます。はい、あと欲しいのはラオウか千賀さんですね。はい、この2人はどちらか。一応オリックスにします。まだ悩んでます。ラオウ、まあこれ欲しい、この写真がめちゃめちゃ欲しいし、ソフトバンクの千賀さんはまあ普通に欲しい。ただソフトバンクの千賀さんは通常の方がやっぱタイピンついてるんで、そう、まあそう考えるとやっぱラオウかな。ラオウを取りに行きたいと思います。さあ、行きましょう。40年目、もうてか40年目でラオウと千賀さん出ればいいんじゃないのっていう話でしょ、大野ちゃん。やっちゃおうぜ、やっちゃおうぜ、小野ちゃん。行っちゃおうぜ。行っちゃえよ、小野ちゃん。男だ、男なら行っちゃえ、頼む。何今の、そこはちょっと演出ちゃんと見たかったの、俺。ピカーン！いや、まあまあまあ。ラオウの A 欲しいね。ラオウの A。
ラオウの A が欲しいです。欲しいでございます。ラオウの A が欲しいでございます。ラオウの A、 うん、いや石山さん、さあ5ジレ目いきましょう。まあまあまあ確率的にはね、おいーシャピーン、こいシャピーン。うわこれちょっと千賀さん引こう、千賀さん引こうぜ、千賀さん引いて、60連目ラオウだったらもう最後、千賀からのラオウ、千賀からの、てかまあ打て、ここも打っちゃえばいいよ、ラオウ、ラオウ打っちゃえ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 、ラオウだラオウだラオウだ、打て打て、何しんねん、帰れ帰れおい調子ね、はい、ありがとうございます。いやいいよ、めちゃめちゃいい、今日ガチャ運が最高でございます。行きましょう、大島さん、大島さん、違う違う違う、ラオウですよ、ラオウの A ランク欲しいですよ、来いラオウ優先。最高、はい、ということでね、もう最高でした今回、はい、ありがとうございました。60連目でね、ラオウを救って終わりにしたいと思います。いやもう最高でした、ありがとうございました、お疲れ様でした、はい、もう最高、もう言うことなし、言うことなし、シャピン出ないの、もう多分今年一のガチャでしたね、はい、今年一のガチャでした、あ最高でした、もう神引き確定です。はい、もうこれ打つでしょ、打つんでしょ、どうせ打たねえかあえれよ、ありがとうございます。いやー何気に俺ラオウをゲットしたことあんまないんで、メインでは無課金では一応あるんですけど、でも弱い時のラオウかな、うん、強くなったラオウをゲットしたことないんで初ゲットでございます。ということで、近日、いろんな選手使ってみてやりたいと思います。この選手でお別れです、ありがとうございました。